はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋みともです。はい、キラメージャーの感想でございます。20話は、危ない2人っていうテーマで、多分あれサブダイやりましたけど、なんか見た最初見た感じっていうような感じですよね。っていうのと、あと、なんだろう、なんかジュール君たちがなんか頑張っ、すごく頑張りましたっていうような感じのっていうのはあれだけど、頑張りすぎてもね、危ないんじゃないのって、なんだろう、なんか今回の回、エピソード0からかなり久しぶりに出てきたキャラ、あの柿沢さんでしたっけ、間違ってたらごめんなさいという、ここは柿沢さんかな、間違ってたらマジで弁護です、ごめんなさい。一応動画作って後で確認して、あの間違ってたら概要欄に説明入れておきますが、多分柿原さんで会ってたはずと、ジュール君のコンビすごかったような気がしたんですけどね。正直すげえと思いながら、よくあんなにあれ撮影したなって、とにかくあまり下手なこと言えないからだけど、すごすぎて、すごすぎてびっくりしました、プニさんは。ちなみにこれ冗談でございます。一応ここで一つ言っておきますが、見逃し配信で見てるので、ちょっと一部時間かかったりしたらごめんなさいと。なんでかっていうと、ここで言っておきますが、裏の番組を録画しながら見てたので、途中分からなかったりはしますけども、それはすいませんということで、こっちのお仕事、ちなみに先言います、本来日曜日に全部あげる、普段あげますよね、その話についても先言っちゃいますが、ツイッターでは先言いましたけど、土曜日、リアルでお仕事がありまして、過労なりま倒れちゃうほどではないけど、まあ仕事やってたので疲れたので動画撮るの遅れましたと。ということでお願いします。ということで、まずご視聴ありがとうございました。